いただいて、ピン2の代わりに塩原先生にちょっと実況やってもらうんですけど、どうもこんにちは。どうもこんにちは。どうもこんにちは。山さん12歳、タムさん、まあこれ数的に12よりでしょ。まあそう、まあそうですね、数いっぱいいたから。どうちょっとあの投げっぱなし実況やめてもらっていいですか。いや数いっぱいいたから12だと思いますよ僕。あ、そうですか。はいはい。まあマジレスするとダメージ差でネクロ有利だと思いますよ、ね、まあまあそうですね。ただ立ち回りはお互い普通に立ち回れる相性だとは思うんですけど、でもネクロは結構壁性能が高いんで、ええ、12はどう近づくのかなみたいなところなのかなって思うんですけど、ちょっとわかんないっす。まあ、正直僕もこれちょっとわかんないですね。ネクロキリ、どう攻める、あの切り。ただこれ山さん今日ガン攻めですね。これ山さん毎回ガン攻めですよ。いや、まあ、山さん結構僕やりますけど、山さん意外と比較的に遠距離から埋めてくるタイプ。山さんはかと思ったんですけども、山さんは12で地上戦を大事にするタイプです。山さん今日すごいですね。なんかひたすら剣、誰かの剣相手にずっと差し合いを挑んで10連敗とか20連敗してたっていう噂を聞きましたね。中足と大足に対して全部壊して差し返して頑張ってたんですけど、なんか、まあ壊しなんで、まあ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 、うわできるやん、できるな、タムさんできますねこれ。まあタムさんはいつもできますよ。はい、いつもできる。はい、そうですか。はい、以上ですか。うん、時によってできない時があるのが山さん。あの紹介する今やちょっと謝ってもらってもいいですか。俺山さんのファンなんで。俺も山さん大好きです。一緒にサイゼリア行った中ですからね。何言ってんすか。俺今度一緒に鍋するって約束したんですよ。もうマブダチじゃないですかそれ。山さん家で鍋をするって。マブダチだね。マブダチです。何人来ても山さん、山さんマブダチです。俺だけマブダチだと思ってます。いやー、しかしね、もしこれ僕ちょっと素人見からの見解なんですけど、はい、こうやって2キャラ並べると、はい、兄弟みたいに見えるの気のせいですかね。お、いいところに気がつきましたね兄貴。なんかあるんですか逸話が。これはね、12を作るための実験台の試作品がネクロなんですよ。これガチですか。それ本当の話ですか。ガチガチです。今ピノさんからネクロはもともと人間だったんですけど、はいはいはい、ユリアンだかギルの細胞を作られたんですよね。その人間に植え付けられて、でパワーアップした超人妖精部隊みたいなところに入れられてて、秘密機関みたいな。ネクロがですか。そうで、そんなところ嫌だって言って一緒にいた改造人間のエフィを連れて自由を求める旅に出るんですよ。おお、じゃあネクロあれですか。ごめんなさい、今話に夢中になったんですけど、今121本12が1です。12が部が1ですね。ごめんなさい、12 1ですね。はい、あ、ネクロが1、ごめんなさい、ネクロが1だったらしいですね。ということはあれですか、その12の何ですか、12の兄弟でいいんですか。じゃあ兄弟的な存在でいいんですか。まあ、兄弟というか、まあそう、兄弟に近いっす。兄弟に近い、まあ似たような、だからあのしゃがみチューパンのモーションとか似てるじゃないですか。まあ確かに言ってしまえば竜と剣みたいなもんですよ。そこまで類似してないでしょ。まあ剣とショーンみたいなもんですよ。だってあれですよ、ネクロが見てくださいよ、テールブだってパンツ履いてないですよ。いやいやいや、コピーすれば履きますよこいつ。なんかネクロの、まあでもネクロって結構あのファンキーなキャラクターっぽいけど、あの勝利ゼリフとかなんかガチ男前だよね。すいません、あのネクロ使ったことないんでわかんないです、ね、という間にさあいい勝負が続いている。さあ電気壊して、壊しパン電気。これ電気に半角ないんだね。電気赤取っても台足とかかな。なんじゃ、おっとこれは見てからか今のは。あーやばい、電気からやっぱ12近づけないね。そうだね、あれ円台パン
円大パンだね。円大パンつうか大パンか。大パンか。これは徐々に見えてきますね。ちょっとこれはドゥエルブがきついのかな。ほら地上戦、山さん得意の壊し。さあ投げてからか、真骨頂。本当か。そんなことよりもさ、俺アレクセンすげえ自信あったんだけど、うん、今日1日でもう全てが俺の中でリセットされたよね。うん、とりあえずね、これを見てるね、ユーザーさんたちに謝った方がいいよ。何を。いや、調子こいてごめんなさいって。調子こいてないよ、別に。調子こいてないの。俺だって今日の試合で加藤さんに一回も勝ててなくて、うん、で、ガチ撮りやりますって言われて、加藤さんが俺指名してきたの。あ、加藤さん指名なんだ。もう加藤さんもあれだ、じゃあもう勝てるって分かってたんだ。いや、なんかヤンセン苦手とかって言ってるんだけど、うん、確実に今までやったアレク使いの中で加藤さんが一番きつかった、ね、なんできつかったのか分かんないんだけど、下風呂取られまくったのがきつかった。それだ、あんだけだって、だってしゃがみ中足8割ぐらいの確率で振ってたもん。いや、中足振りまくってたけど、うん、ダメだね、本当に卓の振り分け方がゴミだったよ俺が。ちょっとね、卓が細かったからね今日ね、いつもはもっと卓太いんだけどね。本当。うん、あの多分ね、塩辛さんね、あれなんだよ、頭で考えるプレイヤーに対してね、乗り殺せないとね多分ダメなんだよ。俺一応言っときますけど、今年の目標があって、うん、攻撃予選始まるまでに、うん、あの猛者になるっていう目標があったんだけど、うん、いけると思う。それ俺に聞いていいの。いいよ、俺だって素人だよ。うん、エンジョイ勢に聞きたいよ。猛者になりたいけど、うん、ちょっと無理だよね今のままだと。おお、さあこれはきつい。へにおっと、これです。これ今なんなんか3-0です。スンズル、これで 3-0 ですね。スンズルしか。さあネクロが埋めていく。これはきつい。 3-0 すごいね。ただ先ほどもそうでしたが、はい、こうね、まあ、10本あるんで、うん、やっぱりね、こういくらまあ前評判があったとしても、こうお互いやっぱり対策をね、こう試合の中で組み立てていくのが10勝ちの面白いところですからね。まあそういうことをさっき加藤さんにああいう負け方したら、ちょっと俺が申し訳ないよね。いや、あれがもう本当にいい例じゃないんですか、逆に、対応できなかった例だよね。いや、まあ、対応できなかったというか、まあ、加藤さんが、まあ、加藤さんが対応した例だよね。そうだね、あれは完全に。そうですね、うん、それを終始、まあ、自分のポリシーで攻め続けた塩辛さんが処理られてしまった例ですね。完全処られたよね。完全もう、あれ、暗転返しとかマジ萎えたんだけど、あれ。うん、そうね、あれか、読み以外の何でもないからね。あれは読みっていうか、まあブロったらもう確定だからね。安定してようがなんだろうが、マッハ剣だったらあれすり抜けるんだ多分。え、雷神マッハ剣だったら。だから雷神マッハ剣使わないでしょあなた。だからハイパーボーンや雷神マッハ剣ありなのかもよ。いや、ないでしょ。ないでしょ。雷神マッハ剣使ってる動画見たことあんの。ブロラレマッハ剣。適当に実況するのやめてもらっていいですか。いや別に適当じゃない。可能性の一つとして言ってるだけだよ。じゃあ攻撃それで出てくださいよ。やだよ、マハケン弱いもん。え、もうちょっと塩川先生、今日ちょっと飲み行った方がいいっすよ。飲み行った、まあ、俺は行かないっすけど。飲み行く。俺はもうお酒飲めないんで。いやダメだよ、テンション上げていこうかん。じゃ気を取り直して。そうですね、いつもの塩辛さんの的確な実況見せてくださいよ。いやー無理だよそれは。いやいやいや、いつものね、だってあんな負け方したんだもん。だテンションは上げてっけど、テンション上げてください。実況じゃなくて別に、うん、サードについていろいろ話していけばいいんじゃないかな。それでいいんすか。こうだってこんな面白いカードないですよ。いや、このカード面白いじゃん、うん、このカードを魚にサードの話をあれこれすればいいんじゃない。それ実況放棄と一緒じゃないのかな。実況は違うでしょ。実況はもう見たままを、感じたことをありのままを伝える。はあ、知らないけど。はあ、そういうもんですか。わかんない。そうだよ、言えばいいんだよ。実況だったら、ええ、
なんかこうサブロブロブロから投げが通って返していく、ここで消えてからのヘイヘイみたいな。じゃあそれでちょっと終始お願いしていいですか。いやだね実況やめよ。なんかこうトーナメントとかの大会だと実況あると面白いけど、うん、どうなんだ、どうなんだろうね、実況でいいのか。まあ、10本通してどうなるかっていうのが面白いところだから、まあこういうね、正直今 3-0 で、 3-0 でいいのかな、今何なん、 4-0？ 今 4-0、 4-0 ではあるんですけど、こう内容は全然、そうそうそう、内容は全然こう数字とちょっとまあ反比例してというか、反比例というか、まあまあお互いすごく考えてるなっていう、と技の相性の問題でネクロが勝ってるように見えるんだけど、ヤマさんも普通に読み勝ってるし攻撃当ててるし、ただこうお互いちょっと一発決め手の部分で、まあネクロがね今みたいなところも対空で電気当てて、ダイパン、あれ円ダイパンか、円ダイパンっていうああいうターゲットに近いコンボみたいなのがねこうあるからダメージ負けしてるだけでね。うわあ、やっぱきついよね。そうね、こう1本取れてもこう2本取るとなると、まあ、きついのかなっていう気がするけど、だゲージ状況も悪いじゃん。まあただそれを、まあ、ゲージ使わないとダメージが取れない12に対してワンブローからリターンがスーパーでかいからネクロは。まあ確かにね、あと橋攻めが鬼すぎる。まあそこをねなんとかするのがこうこの面白いゲームなんだけどね、この。あーまあ確かにそれは、いやまあでもなんとかしようと頑張ってるはずなんだよ山さんも。そうそう、多分これねプレイスタイル見てると多分理論派対理論派の戦いのような気がするんですよ塩辛さん。まあ理論派なのかな、まあ、山さんは完全にこうまあね理論で、いや山さん絶対これ違うよ。あんた山さんの何知ってんだよ。山さんだってド M だもん。違うよ、山さんド S だよ。山さんド M ですよね。山さんちょっとやめ、今集中してるんで。すいません山さん。これで今ちょっと 5-0 です。ただまだ、まだ半分なんで、ここからまだ巻き返し全然ありますよね。いやでも山さんは、まだ全然ありますよ。あのニードルとかめちゃめちゃ研究してるからね。弱ニードルから強ニードルの打ち方一つで、ものすごい量の研究してて、俺すげえびっくりしたもん。やっぱそんなに考えてやんないと無理なんだなって。そう、まあゼルブね、まあ、一回僕、兄貴も使ってみたんですけど。兄貴使ったの？使った、山さんがやってて面白そうだなと思ったの？いや、面白そうだなっていうかね、サブキャラ何がいいかなと思って、サブキャラっていうかなんかずっと一時期剣しか 使えなかった時があって。まあそうだよね、兄貴といえば剣だよ。なんかそれ以外触ってみたいな的な。うん、でこうね、豪気とか剣、竜か、うん、竜とかね、ちょっと道義、別道義から入って見たけども、なんかまあねえっていうので、ちょっとまあ、おっとこれはきついか。でで使ってみなんかね、全く違うこうキャラを使ってみたいなと思って、うん、でその時こう山さんがね、まだあんまりこう話した時なかったんだけど、うん、あらららら、あらららこれ痛い、今のマジ残念すぎるな。おー、怖怖怖。さあ、これは初めて見せる動きか。今のは山さん基本ああいうのはあんまり使わないんですけどね。本当使わない。まあゼロドットだったからかもしれない。うん、まあそれもあるでしょうね。できる、あ、できる、ブロッタ。今隠んないんだ。そこはトゥエルブの痛いところではある。いや違う違う、そうこれに対して、ああ隠る。いやあれあれでしょう。さっきは連打の回数でしょあれ。EX も連打の回数で一つ増えるんですかね。いや増えるでしょ。増える、増えますよね。
誰か分かる人いませんか。フルームの、EX アクセルは、レンダーするとヒット数増えます？増える。増えるって。最高6ヒット。多分ね、さっき初段2段ぐらいで、多分、ガード、前風呂に切り替えてた気がするから。さあ、ここで取った山さん！ついに。ついに来たこれ !5-1! さあ、ここで見せてくれ。これね、書いてあるよ。0011101111。なんか伝えてます。伝えてます。あれですか？あれはね、ここまでは遊びだよと。111ってなんだ ?1247 だから、ABCDEFG。わかんないね。G しか読み取れなかった。さあ、小足を当てていくが、牽制にしかならないか。さあ、これが強い。対空に対してのあのビリビリ。あ、テンション上がってきたね。上がってきたよ。さあ、ブロってからの投げが通る。うわー、アッパーから円台パン。続き、これはどうなる。我慢我慢。ただケージがない。 俺我慢できなかったな。あー、これは隠るのか。大体隠りそうだよな、大パン大 KK は。そうね、この SA だと隠ってしまうのか。とりあえずビリビリ、さっきはずっと僕ビリビリって言ってるんですけど、電気とかビリビリとか言ってるんですけど、あれなんて技ですかね。エレクトリックスネークです。これですか、今のですか。そうそう、あれは通称エレクです。本当ですか。エレクで間違いないです。あ、じゃあ対空でやってるビリビリなんて言うんですか。できるー。対空は超できる。おっとできる。これ今のはできるね。昆虫キックブロってからの SA ですよ。どうですか兄貴。やっぱそういう彼だからやっぱこう惹かれたってとこありますよね、やっぱり。え、何。いや、そういう彼だからやっぱ惹かれたみたいな。山さん、心がね、あ、心が動いたみたいなあるじゃないですか。その時世界が動いたみたいな、やっぱこうあるじゃないですか。なんかこうなんていうの、結婚を決める瞬間みたいな。結婚。そう、結構促進の結構。うおい、できる。いい、できる。久しぶりに最大回かのは。いや、壊し、あれは下段指導の要は確認 SA コンボです。壊しアクセル、アクセル、アクセル、壊しアクセル、 X ニードル投げる。さあ、ここも読んでいる。さあ、ダメージ量がやばいぞ。さあ、ここで巻き返せるか。さあ、ダメージは、ああ、ここがお、だが安い、だがしょうがない。あれは赤、うわあ、さあ、お互い上からだ。上から上から上から来た。今日ね、実は12使いが5人もいます。このお店の中に12使い5人もいます。そうですね、ここで12最強決定戦とかやってほしいですけどね。それは帝でやりましたよね。さあ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 、ここで5-2、5-2ですね。これ5-2です。5-2、ちょ、5-1から5-2までの時間めっちゃ長く感じたんだけど。いや、僕は今テンション上がってますからね。ここで上がってきた。まあ、キモいな兄貴。ん、テンション上がってきた。上がってきた。テンション上げていこうぜ。さあ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 、こう埋めてく埋めてく埋めてく埋め、あのビリビリには勝てないのか。何か勝てる技はないのか。勝てないらしい。勝てない。あの12使いのボコさん、ボコさん、ボコさん、ボコ、ボコさんが解説してくれます。すごい助かります。あれ返せないらしいですね。あれ返せない。あれも確認か。もうあれも確っちゃうのか。あれ確だね、多分。マイナ5。マイナ5なんて不利なきゃ。エレクの発生が4とか。ここは赤取れない。まああれはしょうがない。いやー、でもネクロ12は12が本当に大変そうだな。こう実際ね、こうお互い実力がある者同士でこうやってみると本当によくわかりますね。
辛いっていうのが。捕まえてもいいことねえよな、12が。そう、さっきも相手がね、こう SA 出して、まあ、読みかは分からないですけど、ガードして、その返しがね、中足しか返せない。あー、やっちゃった。さあ、これで6-2。さあ、これで、どこだ、ここからだと、どれだけ負け数を減らせるかっていうところですね、これ。6-2か。6-2。さあ、タムさんの方は、まあ、1敗は取ったけども、このまま押し切りたい。なんか、塩辛先生の開幕の一言。いっぱいいるから12の方が強いんじゃん。どうなんすかあの発言。そういうの別に覚えてなくてよくね。あの発言どうなんすか覚えてなくてもよくねえか。違うんだよ。12のフェアなところは、いっぱいいるにもかかわらず一人で戦ってるんだよ。まあ、そうですけど、まあ、そんなこと言ったら僕いっぱい疑問出てきちゃうじゃないですか。さっきあの12と、うん。ネクロが、まあ、似たり寄ったりな出世を持ってるみたいなこと言ってたじゃないですか。そうだよ。でも、12いっぱいいますよね。うん。なんでかって。なんで？それは、ネクロは、その、プロトタイプだから、一匹だけ作られたんだよ。うん。で、12は、その、完成形だから、その、いっぱい大量生産できちゃったんだ。できるようになったんだ。で、組織から逃げたネクロを追うために、12が、組織からネクロを追うから、それで、開幕の演出が出てくるんだよね。12が、12語で、きっと、ネクロを見つけたぞ、みたいなこと言ってて。本当ですか？確かに、なんか、まあ、そういうストーリーがありそうな気は、するのにもかかわらず、これはきつい、フィオル！さあ、埋めてくれ！終わったー。さあ、7-2、ラスト！次、ラストか。さっきのストーリーは合ってますよ。さっきのストーリー、あの12ストーリー多分大体合ってる。じゃあ12の方がお兄さんなんですね。じゃあ単純に言うと、いや先にできてるのはネクロだから、ネクロが兄貴じゃないかな。あ、そうかそうかそうか。でもネクロをこう見本にして作ったのが12だとしたら、こう12の方が強いっていうことですよね。強いというか、まあ設定上では多分攻撃士的な、あーマーク2みたいな感じです。マーク2なのかな。ちょっと上手い例えが出てこないけど。にしてもなんか、いやでもあれかもよ。レールガン見た？え？レールガン。レールガンってあれ、深夜やってるやつ？そう。見てないよ。見てない。うん。美坂美琴と。あ、やめましょうそういう話。わかんないんで。わかんないんで申し訳ない。兄貴アニメめっちゃ見てんじゃないの？俺基本的に少年系しか見ないんで。あ、そうなんだ。ジャンプ系、熱血系大好きなんで。弟の方がいろいろ見てる。さあさあ、ここはきついが、先に王手をかけたのはタムさん。だがさせまいと投げる山さん。やっぱ投げはダメージあるな。ほら、ダメージ安いな。ここまで削るのにどれだけネクロは神経を費やしてるんでしょうね、これ。いや、相当丁寧に立ち回ってるよ、山さん。多分もう、ここまで丁寧にやってもやはりこういうね、理不尽な技が出てきてしまうんですね、これ。さあさあさあ、ダメージ的には勝ってるぞ。さあ、来た！できる！あれ確認か、あれ今の。確認じゃないかな。で、あれ確認で一応出す技だから。要は、14。確認できた。山さんの性格からいくと確認以外にはありえないか、これは。だが、そんなのは関係ない。日本取った方が勝つ。8-2、タムさんの勝ちですね。8-2です。じゃあ、勝ったタムさんから。勝ったタムさんからちょっと一言もらいましょう。キャラサーで勝ちました。ありがとうございます。ありがとうございます。